ここから先は奴の結界があるの。どうするんです？あなたがこの結界を破るのよ。この結界はあなたにしか破れない。僕にそんな力は。忘れてしまっているだけ。あなたには特別な力がある。やり方は教えるわ。それがあなたの力。さあ、行くわよ。やっぱり気づかれてたみたいね。そちら側からわざわざ来なくとも、こちらからいずれ出向くつもりだった。金縛りの術。今度こそあれは返してもらう。この子の記憶も一緒にね。忍法鎧食い。あなたには千人の力が。前回は手を焼いた。金縛りの術解いていなかったのか。己の力さえ忘れてしまったようだな。大蛇に気を取られすぎよ。樹院の毒で当分は動けも喋れもしないわ。私はここで探し物がある。すぐに見つけてくるわ。決してそいつに近づいてはダメよ。僕を騙す気？いや、この面を取ればその逆だとわかる。どうせオロチマルからは本当のことは何も知らされていないのだろう。さあ、こっちへ来て面を取ってくれ。俺も三月だ。お前より先に作られたな。俺たちはオロチマルが作った人造人間。器はかつて月と呼ばれ、十二支の第六、身は蛇に当たることから。ここで奴が探しているものは俺たちの元となった灰だ。それを培養して俺たちは作られた。だがその灰の入ったケースを開けるにはオロチマルが持っている鍵が必要だった。人工的に作られた生命は人間ではない。それは人のエゴが作り出した身勝手な造作物だ。自然をねじ曲げた神の真似事。オロチマルは自分の都合で俺やお前のような存在をどんどんと作る。俺が本来あるべき形に戻す。だがその前にお前を始末するがな、オロチマル。あなたたちは私が愛してやまない完全無欠の子供よ。私以上の力を秘めている。私のような忍びが人が唯一何をしても許されるべきことがあるとするなら、それは愛のための行為。ミツキ、お前は今はまだ子供でわからないかもしれないが、いずれこの間違いに気づく。美月、こいつは子供のあなたを騙そうとしているのよ。美月、こっちへいらっしゃい。おい、美月。美月、さあ。子供の僕にとってそんなのどっちでもいいことなんだよ。あんたたち大人の言ってることなんて、僕のことは
僕自身が決める。ついに仙人化できたようね。ええ、今回は巻物の中に何を入れたの？そうですね、太陽の写真。あの子なら闇を照らせる。光にはなれない、そういう子たちだと思ってた。まあでもあの子は自ら光にはなれないでしょうね。しかしそばにいてあの子を照らしてくれる太陽を見つけられたなら、あの子自身も月光となって闇を照らすでしょう。欠けた月では何も入りませんからね。夜空の欠けた月なら。そう、僕の本当の名は、三月。